今回は、自立支援センターの職員からも拒絶されてしまったという、ニートの一致の話を紹介するよ。ずっとニートでいたらまっまに自立支援センターに無理やり連れて行かれたんやが、そこの職員にまで帰れって言われた。もう愛の居場所はないんか。まっまとパッパが、どこかに捨ててこようかとか、何か別の業者はないかとか話してて怖い。自立支援センターって金さえ払えば誰でも OK じゃないのかよ。いくら金積まれても嫌な奴は嫌だろ。そういうことや。無理ってどういうこと？なんか面談みたいなのがあって、ワイとまっまと職員の人と3人で話をしたんだよ。その時に、受け入れは無理ですねって言われた。まっまもショック受けてたわ。一致がよっぽどなんだろうな。なんか病気でも抱えてるのか。いわゆる発達グレーやけど、まさか自立支援センターで拒否されるとは思わんかった。連れて行かれたことがショックやったけど、断られたら断られたで悲しい。一度連れて行かれたら帰れない場所やぞ。そのままさよならにならなくてよかったやん。贅沢よな。じゃあ発達野郎のふりをすれば万が一、親に連れて行かれてもなんとか脱出できるってこと？どうやろう、施設にもよりけりな気がするけど。一致の親がケチって安い施設にしたんやろ。年齢は ?29 歳や。がたいよかったりする？中肉中背。前に年寄りと糖質が断られたって見た気がする。糖質に関しては連れて行かれたこと自体が妄想か幻覚やろ。ありそう？そこ自立支援センターだった？もしかして病院の隔離病棟じゃね？発達グレーじゃ病院入院は無理やろうし。親が支援センターって言ってたし、実際、職員もそう言ってた気がする。この世の最低変化。この後どうなるんやろう。本当に親が捨てるしかないよな。もう親が施設に入ればいいのに。介護施設に入るには29歳ニートの親じゃまだ若いだろ。50、80問題がヤバくなったら、介護施設に逃げるのもありかもな。ニートから逃げるために介護施設とか。住民の見えない状態にして逃げればバレないだろ。ニートがお力はなさそうだもんな。親とは話し合いしたんか？帰宅した後は親だけで話し合いしてる。ワイは蚊帳の外や。そやな。ニートに何相談してもしょうがないし。支援センターで拒否られる奴が働けるとは思えないから終わったな。でも29歳だろ。働けそうに思えるんやが。職員は何を感じたんだよ。もらえる金より、一致を相手する労力の方が面倒だって思われたってことだろ。かわいそうで増えた。ワイも引きこもってるけど噂の支援センターだけは行きたくない。トツカとかは一致のようなのも受け入れてたんかな。まあ、ああいう施設も最近は丸人が出るとアウトやし。一致みたいなのは受け入れたくないんやろ、知らんけど。このまま収容されずにずっと家でニートできるとかないよな。それをワイは望んでるんやが。そんなの無理に決まってんだろ、諦めろ。まっまとパッパが相談してるんだから、支援センターとは別の形で一致が見放されることになるやろ。サービスエリアにでも置いてくればいいのに。サービスエリアはゴミ捨て場じゃねえから。ゴミはゴミ箱へ。ってことで一致も粗大ゴミに捨てようぜ。燃えるゴミだろ。人間の体は大体どこのパーツも燃える。こういうどうしようもない人間には安楽丸儲けにするべきだよな。ワイも安楽丸したい。楽に丸寝るならすぐに喜んで丸ぬわ。合法なのはスイスとカナダくらいだっけ？アメリカのどこかの州儲け。でも年齢とか不治の病でとか、癌でとか色々条件があったはず。ああいうのってどうやって丸ぬの？点滴で麻酔っぽいやつ入れて5分くらいでさよなら。眠るように丸寝るで。ワイはまだ生きていたいんや。まあ無駄な人生だけどな。一応、生きる権利はあるやろ。それなら働けていき。まっまとパッパの会議が終わった時が一致の終わりの始まり。さっさとくたばればいいのに。こういうのに限って長生きするんだよな。まあニートはストレスないし。そうか？ワイはニートだけど結構ストレス抱えて生きてるぞ。社畜のワイに謝れ。毎日遊んで暮らしててストレスとか。ストレス耐性なさそうだからしゃあないな。社畜のストレス発散にニート丸して良いことにしようぜ。病気とかなら仕方ないけど、怠け者で働かん奴は嫌い。生ポもニートも大して変わらんしな。国の金は使ってないぞ。生ポと一緒ではないだろ。出た出た、無駄なプライド。親のすねかじってる奴が偉そうにするな。支援センターも拒否られるってどういう気分？金積んでも拒否ってことか。支援センターで断られる奴って都市伝説だと思ってたわ。マジで草。でも実際、支援センターに入れられかけたワイは一致がちょっと羨ましい。わかる。低俗なスレだな。支援センターで拒否られるってま？引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。地方 Y32 歳職歴なしニート、4月から東京で無理やり一人暮らしさせられそう。環境変えて何でも良いから社会に出ろだって。東京は大学で4年間通っただけやから不安や。でも仕送りあるんやろ？最初の1年は出してくれるらしい。安い賃貸探す。移り住んでバイトの面接受けまくる。頑張れ。田舎ならともかく東京で30代なら余裕やん。
東京でも32まで職歴なしはきついやろ。なんで東京なんや。地元か東京しか土地勘も知り合いもおらんのや。一からきついし地元は田舎すぎて。あと親が距離置きたいっぽい。これの垂れ丸ぬパターンやん。ニートが無理やり追い出されてが丸したとかよくあるやろ。ぶっちゃけ体も終始だるいし頭ももやかかったみたいに思考力低下しとる。ただこのままじゃ丸ぬしかないからどうせなら一年発起してマッマの提案に乗ろうと思う。お前東京に送り出したら親はとんずらかますぞ。お前が実家に逃げ帰ってきてもも抜けの殻って寸法や。絶対逃すな、骨の髄までしゃぶり尽くせ。社会人Yと一緒やん。Yはそのせいで常にイライラするで。東京に出すとか名称マッマやん。家で自炊していろいろやって自立しろってことやろ。その年でそこまでやってくれるのはなかなかおらんぞ。仕事しながら人並みの幸せをつかめボケってことやな。あと、不安じゃないやつなんていない、それは普通や。東京とかバイトいっぱいあるし時給高いし普通にやってけるやん。深夜のコンビニバイトでも一人暮らしなら十分余裕持って生活できるレベルやし。家借りようと思うんやけど金さえ出せば借りれるとこある。マッマがレオパレスとかでええやんって言ってくれてる。親が保証人になるならあるんちゃう？保証人にはなってくれるし一年は家賃出してくれる。東京のレオパレスってめっちゃ高いんやね。家賃高くて、壁薄いで、やめとき。一年後に引っ越すことになるで。ざっと検索かけたらそんな感じやね。マッマと二人で家探しとか恥ずかしいんを。恥ずかしいのはお前の人生。家賃安くても、うざい管理人のババアと、外国人と、クソ管理会社に気をつけた方がええで。正直家選べる立場にないから一応それ気をつけるぐらいで探すわ。マッマは東京で家探して手伝ってくれるっぽいし。管理人や管理会社なんて、金取るだけ取って、何も仕事しとらんから、関わらん方がええで。ダメそうなら生活保護申請したらええよ。イージーモードかよ。中国語の勉強とか専門に通うなら出してくれるって言ってもらえてる。今なら支援してあげられるから頑張ってみないって朝一で言われた。まあ実は去年の夏から言われてたんやけど。この半年何やってたんや。ネットして動画見て寝てた。体がだるいのは内臓に負荷がかかっとるんやろ。食事とか無理してないか？一日二食やってみ。地元の看護学校とか行けば？地元やと親に甘えるし一旦地元から離れろって言われとる。一応東京には何人か知り合いおる。七場には兄貴がいる。もう10年顔見てないし話してないけど。32まで職歴なしって上級国民やん。お前には無理だよ。32年何やってもうまくいかなかっただろ。いきなり東京来てうまくやれるわけがない。お前は一生何もできない。それだけ支援してくれるって最高やん。飲食販売ホテル旅館とか介護警備配達倉庫工場トラックタクシーバスいろいろあるよ。東京行ったら仕事あるやろみたい漠然と思っとる。あって自分が続くかどうかは別の話やけど。仕事はほんまにいっぱいあるで。池袋秋葉原新宿あたりであったらよろしくな。ニート同士仲良くしよう。ニートができる仕事。コミュ力を求められない、体力を求められない、知能を求められない、根気を求められない、以上を念頭に置いて探すんやで。なんで大学4年で卒業できるようなやつがニートしてるんや。大卒ニートなんていっぱいおるやろ。ワイもや。大卒かよ。ワイ職歴なし大学中退28ニートは不満顔。何のために生きてるの？大学辞めて4年ほどはガチで無気力引きこもりやったけど、ここ2年で競馬覚えてから引きこもりは脱出できました。今は競馬のために行きたいです。何にせよ目的があるのはええことやで。なんや説教かすと思いきやええやつやんけすまんな。競馬するお金がなくなりそうやし働きたいわ。ただし働けるとは言ってない。ほとんどの人間は働きたくて働いてるわけちゃうやろ。働かなくてもいいなら働かないに越したことはないぞ。生ポじゃないなら堂々とすればええんや。せやけど競馬したいし。ええやん働けや。競馬でもスロットでも風丸でも自分で稼いだ金を使うことは悪いことではないで。Yは職歴なし中退29ニート。お前の先輩やぞ。それは自慢できることなんですかね。30以上で職歴なかったら大卒云々関係ないやん。応募資格があるだけで受からない。大卒ニートなだけ勝ちやろ。東京やったらコンビニでも時給1300円。コンビニバイトは2年やってたことあるからありかもしれん。東京に出してくれて金も出してくれるとか親がクッソ言うのやん。1年間遊ぶつもりで行けや。遊びの人間関係から発展することもあるで。実家が太そうで羨ましい。底辺仕事でいいなら雇ったるで。学歴不問で才能もいらんから安いけどな。で、学歴は？早稲田。絶対嘘やろ。卒業証書と早稲田ゴールドカードにしてみや。小学部卒や。Yの頃は小学部の校舎建て替えで授業あっちこっち移動させられてたで。胡錦涛国家主席来て大学周りがざわついたのは覚えてる。小学部建て替えってYと同じくらいやな。ゆうちゃんよりちょい先輩か。32歳職歴なしって今まで何やってきたの？
冗談抜きで人生変えるチャンスやん。悪い方に変わるかもしれんけど。今が悪い方なんだからマイナスにはならんやろ。もう今が最低編やし、とりあえずやってみようと思ってる。ここ数年で一番前向きになってるのは確かやし。 Y24 中退ニート、デスつかず悲しい。こやこ女将にもなるわ。若いしワイより圧倒的に上や。頑張ってみなよ。八王子も東京なんだよな。少し都心から離れてても良い気がする。埼玉とかでも。32歳早稲田卒、職歴なしでも今の売り手市場なら一部上場企業総合職とかいけるやろ。なぜ安売りするんや。中国語なんてやめとけ。やったところで何の役にも立たん。ええな。バイトルームシェアせんか。最初はバイトすや余裕やで。ルームシェアとか一緒に住む人にクソ迷惑かけそうやし、小女性やから無理そう。とりあえず家借りて一人暮らしするわ。ええな。ワイも上京したいわ。東京に行けば誰でも職にありつけるという風潮。35くらいまでは大丈夫だぞ。羨ましい。田舎貧乏フリーターのワイも東京行きたい。親に金借りれるくらい関係良好なら介護の初任者研修取ると良いで。勉強得意なんだからそれを活かすべきだな。発達障丸だと社会人でやっていくの至難の技だから、昔取った絹塚でガキを相手に仕事するといいで。就職先決まってから引っ越せよ。とりあえず上京って夢見る若者かよ。前向く気持ちあるならなんとかなるやろ。意外と人生どうとでもなるわ。せっかくの提案やし、やるだけやるのは価値あるだろう。早稲田でっつっても職歴なし、32歳帰り好みできるんか。かなりきつい。でも経歴を面白がってとか、潜在能力に期待して取ってくれるとこはありそう。ワイも早稲田賞やったけど ES できられたことはなかったで。とりあえずすぐできそうなバイトから始めようとか考えん方がええで。人手不足のとこやと辞めづらいし、バイトしながら次探すのも億劫。まだ30前半やし、正社員狙いでいけや。正社員で職歴ができれば辞めても一応職歴があるし、就活に自信つきそう。あれば正社員がええな。塾校は契約社員やから要注意やな。学歴で就職できるのは新卒だけやろ。中途は学歴より職歴。ビッグワンチャン狙え。いやー、ワイが早稲田にいた時はゼミのやつとよく弁天食いに行ってたなぁ。エルムとオトボケとナスにはよく行ってた。学生証確認するまでもない早稲田民やな。とりあえず出してくれるんやし、東京行くわ。不安しかないが、どうせ言えてもボケーっとしながら時々不安になるだけやし、やるしかないな。オートロックある分譲賃貸おすすめ。普通の賃貸より壁も厚いし、住民層がいいから住みやすいぞ。身の丈に合った仕事を探すんやで。コミュ力ないのに見え張ってコミュ力必要な仕事に就くから終わるんや。倉庫とか警備とか人との関わりが比較的少ない仕事を探すんやで。持ってる資格とかどうでもいい。できれば正社員がいいけど、万一バイトしか見つからんかったとしても落ち込むことじゃないしな。今のご時世、30代40代でコンビニやスーパーでバイトしてる男も珍しくないで。どんな手段でも自立できれば今よりずっとええんやから頑張れ。親が優しくて羨ましいな。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。すまん、ニートなんだが大変なことになった。聞いてくれるか？なんや。話せ。いいぞ。金の相談だけは力になれんぞ。ニートなのに通販で高い買い物してしまったんやが。今から支払いに震えてるんやが。どうしたらええんや。何買ったんか教えてくれメンス。この時計や。かっこいい。生まれてこの方32年腕時計買ったことないから憧れるやで。3月やで。動かないのになんで買ったんや。ランニングしとるんや。いくらや。キャンセルか返品はできんのか。5万3000円くらいや。キャンセル不可になっとる。家にあるものを売ればなんとかなる値段。書き込んでる危機があるやん。ある意味こいつの命だから無理だろ。いくら。5万3000円や。代引きか。一応カード持ってるからカード払いや。よしバイトしよか。それは無理や。なんじゃやばい、買い物部では20万円以上しか受け付けておりません。そこまで高くない。一旦親に借りてバイトする。親とはほぼ縁切ってるから無理や。5万3000円なんて絶食すれば余裕や。飯は買いだめがあるからなんとかなる。とりま放置しといたら、法の裁きになる前に払えない意思を伝えるとか。結局は法にぶつからなければ延期できるやろ。払えるは払えるんやけどやばいんや。払わないで放置しよう。法にぶつかったら払えばよい。分割でな。簡単なことよ。バックれてたらどうなるんや。品物新品で返品やで。届いてきた住所に。それか受け取り拒否でたらい回す。バックれても催促来るけど、法律の問題としてぶつからなければスルーできる。Y は返品不要のサプリ買って、やっぱいらないっすって電話入れて、返品無理って言われたから。ああ、それでも返すわ。送り返しとくな、では。って電話切ったで。くさ。社員証と時計を丸沼で見つけてみたいは無理やろうけど。お前ならやれるで。頑張るニートか。ランニング頑張っとる。ランニングできるぐらいならちょっとぐらいバイトしようや。バイトはきついで。ほんま大変なことになったで。
どうするか。受け取り拒否しろよ。それでも欲しいってならもう知らん。欲しくてポチったんやが。とりあえず腕に巻いてランニングしてから払うか払わないか決めようや。それからでも遅くないやろ。確かにそうやな。バイトなんて立ってるだけやで。何のバイトやそれ。引き落としできんかったら普通に信用情報傷つくやろ。それが怖い。バイトとどっちが怖い？両方やな。インディード見てこい話はそれからだ。Y に勤まる仕事なんかあるんか。インディードでなければタウンワークで探せ。金があれば手に入るんやで。もう半年以上ニートしてるからな。メルカリで売ればいいやん。何をや。買った時計。なるほどな。それか金丸触ってアニメ見てれば全ての不安は吹っ飛ぶ。そうするか。何卒？大卒や F ランやけどな。何歳？29や。29かいけてバイトやな。なんで5万の時計を注文するんだよ。引き続き、ニート関連のスレを紹介するよ。ニートという呼び方、変わりそう？これからはレーブルや。意味のない変更だよ。これ、実態は何も変わらない。それがあるんや。もう遅いのにまだ咲いてない季節外れの花。大器晩成だから、いつかは咲く前提や。ニート若者。こうやってほら、優しくしてるよ。みたいなムーブされるのが一番腹立つわ。もたざる者、大器晩成型、こっちのがいい。こもり人は草。みんながレイブラーに配慮してや。ニートは頑張ってねえんだよ。履き違えるな。ネオニートでよい。ニートに優しい世の中ええな。若年無職でいいだろ。レイブルみたい。遅咲き、大器晩成は後から言われるもんやろ。マジでこれ。変わったら変わったでそれが新たな別称に変わるだけ。ぬるい呼び方にしたらそいつらもっと増えてまうやん。むしろもっとひどい名前にしろ。言うほどニートが咲く時期来るか？遅咲きは草。根が腐ってるから咲きませんよその花。労働中のがニートよりはるかに恥ずかしいよね。引きこもり無職。遅咲きじゃないやろ。いつまでも咲かないし花が腐ってるんだから。働こうが働かなかろうがいい年ぶっこいて自立できない奴はダサい。レイブルの方がきついわ。レイブルわらとか言われるで。レイブルは伊藤忠商事からのヘッドハンティング待ち。若者以外をバッサリ切り捨ててて草。言い訳する手段を与えて親と国に何の得があるんや。普通にマイナスイメージのままの方がええやろ。こもり人って映画ありそう。遅咲きってもう中年の引きこもりはどうなるんや。おかしいやろ。ニートも34までだからレイブルも34まで、それ以降は無職だろ。なるほど、それなら遅咲きも納得。何でもいいからとにかく金くれ。遅咲きという言葉が汚染されるだろ。咲く予定もないのに遅咲きとは。送り人みたいでかっこええやん。この言い方かえら問題が解決したと思い込むのってどういうそうなんやろな。もっと言われたくないような単語にした方がショック両方になるやろ。じゃあ30以上のニートはゴミって呼べよ。Y は23で大学入ったからレイブラーやな。楽そうな仕事やな。Y でもできそう。こもり人って神聖な感じするな。これ以上はまやかすな。こもり人はなんか好きやわ。人外味があって。こもり人おしゃれで好き。こもり人を、引きこもり人って言われたらどうすんねん。上昇されるだけやろ。送り人かよ。頑張ってないからニートなんでしょ？失業者と一緒にしてない？失業者も頑張ってないぞ。頑張ってたら失業しないし。呼び方考えてる暇あるなら働けてゴミ。ニートの方がわかりやすい。年齢制限あるとのことだし。稀に無職イコールニートって勘違いしとるやつおるし。ニートだけどそういうのいらん。もたざる者の方がかっけえわ。Y ニート、余計なことすんなよとブチ切れる。大器晩成するのは若い頃仕事うまくいかないけどずっと頑張って続けてきた人だけや。咲かないし晩成もしないぞ。もっと適切な言葉を使いなさい。直球でごくつぶしとか社会のゴミとかの方がかっこええのに。Y ナマと高みの見物。こもり人は煽られてる感じしかせんやろ。大器晩成成長限界間近。レイブル45にならないように年齢制限つけるべき。どうする？レイブル。政治家って言い方も別の言い方にしないか？壺の使いとか。はよお前ら酒って。いつまでつぼみやねん。つぼみでもねえよ。腐ってるし。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。